海八海、ベアキャット飛行する。海八海から195,285機海八海。ベアキャットは、アメリカ合衆国のグラマン社が開発し、第二次大戦後にアメリカ海軍で運用された、艦上戦闘機。愛称の、ベアキャットは、ビントロングの別名であり、勇敢な投資という意味もある。小型軽量化及び徹底的に洗練された、空力構造を、 高い防弾性能を持つ機体に大出力のエンジンを搭載し、陸軍航空隊の P-51 マスタングと並び、最強のレシプロエンジン戦闘機、また、最強のレシプロ艦上戦闘機と評されることもある。会八回、ベアキャットは、小型の航空防艦から運用できる、最上の運動性と、良好な低空性能を持ち、高い上昇率を必要とする迎撃任務を、 主任務として計画されたアメリカ海軍の艦上戦闘機である。1943年11月にグラマン社において G-58 の社内故障で開発が始まり、軍よりは XF8 回から1の正式名称が与えられた。試作機は1944年8月に初飛行し、その6ヶ月後には最初の生産機がロールアウトしている。先代の f 六回。 ヘルキャットよりも一回り小型軽量の機体であるが、反面エンジンはさらに強力なものが使用され、上昇率は3割増しとなっている。この小型の機体に高出力エンジンの組み合わせという設計思想は、米海軍にとって主的である、日本海軍の零式艦上戦闘機に影響されたと言われる。資料によると、グラマン社のシュム・シュエンドラーは、 新戦闘機の設計を始めるにあたって、捕獲した冷戦をテストした、察知調査のレポートを参考に、冷戦に、必ず勝てる気を作るには強力なエンジンと、軽量化が高い外に、方法はないとし、スワーブル社長も、オヘア隊員が冷戦について、同様にレポートしていたことを思い出し、その線で開発が始まったという。また、第六回が大型化し、カタパルトなしでは、 護衛空母で使用ができなくなった反省から、小型の護衛空母でも使用可能な戦闘機を目指した結果である。下位4階までのグラマン戦闘機は胴体に主脚を収納する設計のため、胴体が太く設計されていたのだが、主脚を主翼に収納する下位6階も同様に胴体が太く設計されていた。主翼面積も無難で失敗のない設計を目指した結果、 過大なものと評されており、設計には無駄が多かった。本機はその反省から徹底的に機体設計が洗練された。翼面荷重が大きいために旋回半径では0、1000には及ぶべくもないが、大パワーにより旋回率では0、1000に勝っていた。実戦で退治した記録はないが、1944年8月にサイパンの戦いで露覚した冷戦52型との、 模擬空戦にて干渉を収め、海戦以来、冷戦の機動性に悩まされてきた、米海軍当局者らを歓喜させたと伝えられる。速度などを含めた、総合性能では冷戦を遥かに凌駕していたが、すでにさらなる次世代来たるジェット機が台頭してきたため、純粋な戦闘機としては陳腐化が早かった。本機は、対戦闘機用としての純粋な性能を追求しすぎたため、小型化により、 海6海より燃料タンクの容量が減り航続距離が低下、戦闘爆撃機としての爆弾搭載量等、戦後に海軍艦上機に要求された汎用性という面では F4U 搭の機と比べて劣っていた。第二次世界大戦後に戦闘機のジェット化が進んだ。結果、レシプロ機は主に戦闘爆撃機として使われることになったが、海8海はその流れに逆行する形になり、 海 4U コルセアが1950年代初期まで生産が続行された一方、海8回は同時期には大液が始まり、1960年代前期には完全に姿を消すこととなった。変態飛行を行うブルーエンジェルズの F8 回以外8回は、極めて短期間の開発期間を経て、急ピッチで生産が行われ、ダウンフォール作成を睨んで実戦配備が行われたが、 最初の実戦部隊である VF-19 を搭載したアセス・ラングレーが日本近海に移動中に終戦となったため日本軍戦闘機との戦闘は行われることなく終わった。海軍のアクロバットチームであるブルーエンジェルスの F6 回から後に続く2代目の使用機となった他にはアメリカ海軍の部隊からは急速に退役が進み1952年末には 実戦部隊からは完全に退役し、アメリカ軍によって実戦で使用されることはなかった。アメリカ軍より退役した中古の機体がフランス軍に供与され、第一次インドシナ戦争で実戦に使用されている。また、対空軍にも129機が供与されている。民間に払い下げられた機体は、その大馬力エンジンに比して小型軽量な機体が注目され、アクロバットや エアレース用の機体として P-51 と並んで人気を博しており21世紀の現在に至っても大規模な改造が施されたエアレーサー機として現役で飛んでいる機体が存在する。海8海改造のレーサーとしてはレアベアが時速 850km のレシプロ機の速度記録を保有している。海8海ベアーキャット対空軍博物館が所蔵する。 一回八回から一回八回から二三面図。ありがとうございます。